SNS と Twitter とか Instagram とかのその日のアルゴリズムを AI が教えてくれるんです、うん、なるほど。なのでその日に適正したものを出せば 100% でバズっちゃうんですよ。やってみなきゃ分かんないよねみたいな、めっちゃあったと思うんですよ。それをちゃんとできる美容師が打ち込めばマニュアルになって再現できるようになるのが AI です。これ結構本当どうなるんですかこれ。はい、ということでどんどんいきましょう、続いてのニュースになります、ボブログさんからの記事になります、記事によりますと、デジタルサロンと話題の AI チャット GPT の連携が決まり、4月15日には、美容師参加型の AI プロジェクトデジタルサロン協会も立ち上がりました、まだまだ先と思われていた美容室の AI 化がすぐそこに迫っていますねという記事になります。これに関してはまず米田さんですね、はい、そうですね。どうですか、はい、まあ、そのデジタルサロンっていうところ自体に僕も、まあ、こう理事というか、まあ、いろいろこう入らせていただいてこういっぱいやってるんですけど、なんかそのいろんな美容師さんがこう一緒に携わって AI っていうものを使って美容業界をもっとよくできるよねみたいなところがまあ本質的なポイントではあるんですけど、まあ AI 本当最強で、僕なんか本当ここ1ヶ月ぐらい家帰って AI の勉強しかしないんで、なんかその今まあ皆さんがねよく使われるまあ予約サイトみたいな、お客様が一番予約使われるサイトとかのまあ時代かなってなんですけど、多分終わるですね。でやっぱそういうのってなんでかなみたいなはい、はい、なんでかなみたいな、もうなんか全部分かっちゃうんですよ、はいはい、本当にその AI をちゃんとこううまく理解してると、なんか本当に AI を誤って使うとほとんどの多くの美容師がめちゃくちゃ悲しい事情って生まれるんですよ。例えばこうコンテストに皆さん死ぬ気で出るじゃないですか、あれ全部 AI で作れるんですよね。で今僕とかもそうなんですけど、僕実際にその実動しようと思ってるのがヘア型を100体全部 AI で作るっていうのを僕今取り掛かってて、でなおかつインスタグラマーも20人ぐらい全部 AI で作ろうと思ってて、これでもう実現可能なんですよ正直で。なんかこの AI がなんで僕はすごい大事かっていうと、もう AI が多分本当に基準になるんですよ全ての。これってなんか僕らって当たり前にインスタグラムとかこう飛び込んだと思うんですよね。でそれよりもっと上位互換なんですよ、うん、インスタグラムとかって SNS の1個のコンテンツでしかないですけど、もう生活の基盤に AI が全部入ってくるイメージ、インフラの1個だなと思ってるんで、うん、まあそのやっぱりそれこそここにいるオーナー様もそうですし、まあ、これを見てくださるオーナー様とかもそうなんですけど、 AI を学んで入れることがもう福利厚生の一環に近いです、はっきり言って、うん、なるべく美容師たちってそのすごい大変だよね、学ぶの大変だよね、その中で限られた時間をどうやってお客様とか自分の将来に使えるかって AI が本当に解決してくれるんですよ、うん、なのでなんかこう AI をめちゃくちゃやった方がいいんじゃないかなっていうのは本当にめちゃくちゃ思ってるんですね僕。これチャット GPT 初心者の内田がちょっと質問したんですけど、はいはいはい、つまりところ美容室にとってチャット GPT を導入すると例えばどんなメリットがあるんですか美容師にとって。これ言っちゃいますお願いします。言っちゃいますか。まだ内緒ですか。あ、いや例えばですけど、僕これもう本当正直に言っちゃいますけど、はいはい、集客サイト、某集客サイトのあの某集客サイトビューティーの文章とか全部一番 SEO 検索と MEO 検索ができるランキングのワードを全部作って画像転換も全部それで作れるんで全部わかるです。でなるほどね、SNS と Twitter とかインスタグラムとかのその日のアルゴリズムを AI が教えてくれるんです、うん、なるほど。なのでその日に適正したものを出せば 100% でバズっちゃうんですよ。なるほど。っていうのとかもうなんか本当言ったら無限なんですけど、はいはい、社内資料とかもほぼ全部 AI で作れますし、はいはいはい、その例えば講義をしようみたいな、うんうん、自分で内田さんとか宮田さんが本当に伝えたいことってなんだろうと思った時にバーって殴り書きして、最も一番こういうターゲットのこういう人が見に来るからこういう人に捧げたい、だからこういうふうな順番で話したらいいと思う、それ全部ブルーって出てくるんですよね。でしかもそれをプロンプトって言うんですけど、ある一定のプロンプトを理解してればそれを打ち込むだけで全員が同じ回答ができるんですよ。で僕が本当ずっとやろうと思ってることの一個なんですけど、もう地方の美容師さんとかも全部バズらせるみたいな、そしたら美容師に優越なくなるじゃないですか。確かに。なんかフォロワーが多いから正しいみたいな、うん、でも腐ってると思うんですよねぶっちゃけ、はいはいはい、なんか何千万再生できたら正しいとか、はいはいはい、何千万再生しても来るお客さん1日15人ぐらいなんで、うん、全然意味ないじゃないですか、うん、ってことは自分が狙った適正な人に適正なものをちゃんと届ける、しかも少ない労力で、うん、ができてしまうんですよ。なるほど。これってなんか多分想像もできないその次元なんですけど、うん、もううちもめちゃくちゃ取り組んでて、もう、まあ、練習の効率感だけじゃなくて、でこれって多分その本当に AI をちゃんと理解すると今話題のチャット GPT だけじゃないですよ、うん、そのいわゆる Google のバードとかを使ったりとかして自分でうまく使いこなせばものすごい膨大な時間を一気に削減することができると。なるほどね。それがやっぱなんかめちゃくちゃいいよねみたいなのところもありますし、じゃあ詰まるところ描写も全員平均化されるってことなんですか。てかそもそもなんですけど、なんで誰かが正しい誰かがなんか有名サロンとかいう言葉マジ頭おかしくないですか
はいはい、本当になんか有名サロンみたいな、はいはいはい、こうその人が正解であるとか、はいはいはい、なんか僕結構その地方の美容師さんとかに行くと、うんうん、こんなところまで来てくれてありがとうございますとかって言ってくださるんですけど、うんうん、やってること一緒じゃないですか、うんうん、お客様が来て僕ら幸せにする、ただそれだけなのにいつの間にかフォロワーが多い美容師がめっちゃ正しいみたいな、でフォロワーがある美容師が影響力があるみたいな、うんうん、でなんか星3つ取ったら正しいみたいな、うんうん、あもう紅白歌合戦みたいな感じになってるじゃないですか、うんうんうん、なんかおかしいと思うんですよ、そういうのを、そのなんでそうなるかっていうと誰かが勝てる仕組みを築いた人が勝ってたからだと思うんですよね、うんうん、要はこれでバズれる、これで予約を受けれるみたいな、 これでどんどん増やせるみたいな、うんうん、これってでもそれに気づけなかった人って不幸せなんですよ、うんうん、でも気づけなかった人もお客様を幸せにしてるんですよ、それを AI でみんなが気づけるようになれば悲しむ人めっちゃ減るじゃないですか、うんうん、したらなんかこう有名美容師はいっぱいこれからも生まれると思うんですよ、それは多分追うべき背中だと思うんで、ただその有名美容師に従おうとかじゃなくて一緒に意見交換できる関係になると思うんですよ、うんうん、埼玉だったら私たちはこういうのだよ、それが東京だったら活かせるよね、埼玉とかもそうですけどめちゃくちゃいい経営者さんとかいるんですよ、寺山さんもご存知だと思うんですけども、本当にすごい働き方も完璧にされてる方、その方のその広まりが絶対にあるんですよ、この業界に必要でもこっちが正しいから言い出せないとか絶対あると思うんですよ、うん、それが AI を使えばみんなが同じ結果を求めるようになるじゃないですか、うん、それが一個プロンプトで形になってしまえば、うん、その文字を入れればみんながその結果をつかめるようになる、うん、これってなんか理想系だなというか、うん、本来の僕らの多分位置に変わってくるっていうのがなんかあるのかなとは思ってます、ね、なるほどね、なんかその AI で統率された世界みたいなのってなんかちょっとスピルバーグのなんか AI っていう映画にちょっと近いと思うんですけど、はい、最後 AI にこう全てがやっぱ乗っ取られて我々はこうなんか労働資本としてこうただその言われた通りにやるみたいな世界になるんですか、そうする、まあ、ぶっちゃけ僕らが生きてる時代ではそんなものないんですよ、そこそこ正直、ただその恐れてる、僕が恐れてるのはクリエイティブな美容師さんをすごい心配してるんです、はいはいはい、僕結構違うコンテストとかも出ないタイプなんですけど、その僕がすごくやってるのがめちゃくちゃこだわった技術を、変な話なんですけど内田さんと宮田さんが作った作品20枚を連動させて1枚の新しい21人目のインフルエンサーっていう技があるんですよ、それってもう中国とかだとめっちゃバズってて、なんかそうすると職人たちが一生懸命やってきたものも誤った使われ方をしたらこうやられてしまう、確かにね、これってなんかあれだよなって思うんで、まあそのチャット GPT の社長とかもおっしゃってますけど、正しい AI の使い方みたいなところをこれからこう追うべきではあるなっていうのはリアル、最後判断するのは人間っていう、そうですね、これ結構本当に どうなるんですかこれ、まあ、本当いい世界ができるかディストピアになるかは、まあ、正直まだ分からないな、ディストピア感すごそうに俺はちょっと感じたんですけど、とは思いながらも、うん、そのなんか AI が人間の仕事を奪うみたいなのあるけど、うんうんうん、そもそも AI に取られちゃう仕事じゃなくて、うんうん、人間しかできない仕事に集中した方がいいんじゃないかなと思いますし、うんうん、僕は今 VR 使って技術を早く覚えれるようにしてあげるっていうのをやっている中で、まあ、やっぱ学生さんにすごい言ってるのは、うん、その SNS はあくまで集客ツールですっていうのをすごい言っていて、うんうん、でも今勘違いしてる美容さんたち結構多いのが、美容学生の子たちとかお客さんに来ると SNS 頑張った方がいいよって言うんですけど、いや練習した方がいいでしょと僕は思ってるんですよ、だってもう君たちが美容師になった時にスタイリストになった時に SNS 集客がうまくいかなくなってるかもしれない未来の方が絶対に大きくて、でも SNS でフォロワーいっぱいいても技術下手っぴだったら結局お客さんリピートしてくれないですし、だからやっぱりこうそこに集中してほしいなと思います、技術とか接客とか、あとお客さんとか何を考えて何を求めてるのかとか、さっき米田君が言ってくれたみたいに、やっぱその今バズってるものを分析してどうやったらいいよっていうのは分かるかもしれないですけど、でもやっぱり人じゃなきゃ分かんないとこもあると思うんですよね、特にそれがデータになってないことというか、僕らってリアルにお客さんの言葉とか表情とかから読み取るじゃないですか、で多分内田さんとかがデザインを落とし込んでいく作業とかも、きっと今若い子たちってこういうのに感度があるから、きっと部屋にはこういうの求めてんじゃないかって言って一番最初に作るその作業っていうのは多分人間じゃなきゃできない可能性も高いなと思う、ね、価値を作るっていうね、ゼロ一フェーズみたいな、はい、なるほど、はい先生、はいお願いします、お結構これ大事な問題なんですけど、はいはいはい、そういうのをその価値を人間じゃなきゃわからないことってあるじゃないですか、うん、それも皆さん言語ができなかったんです、誰も美容師って、うんうんうん、要はやってみなきゃわかんないよねみたいな、めっちゃあったと思うんですよ、お客様の表情みたいな、うん、それをちゃんとできる美容師が打ち込めばマニュアルになって再現できるようになるのが AI です、うんうん、だ僕が思うにはその AI を使って、けど人の気持ちって人にしか分からないよね、それは間違いないと僕も思ってて、うんうん、なんか僕もやっぱりそのいろんなドラマを美容師で経験してきたんで正しいんですけど、それに慢心してずっと同じことやってるんですよ、うんうん、それをもう一回自分で体験してみなきゃ分かんないよね、やってみなきゃ分かんないよねみたいな、これってなんか教育で結構僕無責任だなと思って、それこそ愛のままで伝えるみたいなのと一緒じゃないですか、気持ちさせ、だからなんかその
自分たちが培ってきた人じゃなきゃできないものを 80% ぐらいまでマニュアルにして分かるようにしてくれるのが今の AI だなと僕は思ってて、なのでなんかそのそうしたら無駄なものがなくなるというか、なんかこう苦しくなってしまうみたいなのがもったいないんで、なんかそういう AI の使い方なんだろうなみたいな。だからこそその上に立つ人間って AI 理解しないともう無理、絶対無理と思ってて、僕らより若い子の方が TikTok 使えるじゃないですか、と同じレベル感で AI が来るんですよ絶対に。なるほどね。なんで先輩にその選定おかしくないですか、だってこの成分が入ってたらこれってこうってなるっすよねみたいなのを正解を知ってきちゃうんですよ。でも肌感で違うね、 V が先来るねみたいなのあるじゃないですか。それを V が先来ることをどうやって伝えたらいいかなってのを AI に聞けばそれが出るんで、こうだよって言えるようになるんですよ。それとなんかそのいい有効活用できるみたいな感じだと思ってるんですね。